はい、言わずにちょっと待って、もう一回。ここですね、ホンダから発売された最強バイク CT125 ハンターカブをカスタムしちゃおう。BGM 撮ったの？そう。始まりました。皆さんよろしくお願いいたします。見ました？まあゆっくりですけど乗り心地はいいです。やっぱりね、人気の車種だけありますよ、本当に。はい、ただね、この 125cc 下道しか乗れないと。そういうことでね、このバイクよりね、ロングツーリング、長距離乗れるバイク、そういうねアクセサリーをつけて皆さんにね、より快適にハンターカブ乗っていただきたいなと思って雄一郎カスタムしました。ではね、ビフォーアクター見てもらいましょう。よろしくお願いいたします。今回ね、朝日風防さん、横浜ハンプさん、そして私、3社がね考えたこちら、風防とそのタレ、まず見てください。これはこうはめると分かるように、ちょっと男らしいバイクを引き締めたい場合はこちらの濃いタイプ、これをね、ほら、もうこれだけで変わってきた。どうですか？これはちょっと硬派に乗りたい方はこちら、ハンターカブね、赤色も出てるじゃないですか。考えましたよ、赤いステッチが入ってます。これ赤だと女性いいんじゃないですか。赤色だと思ってください。赤色にね、このハンターカブ今塗ってもいいですけど、違う風防、違うタレをもう一個用意してますんで、まあこれは赤色には塗りません。赤だったらこれ。そして今回のハンターカブにはこちらのね、オリーブをくっつけてみたいなと思います。もうね、完成されてるけども、ここちょっと変わるだけで本当にね、バイクが大きくもなるし実用向けになる。もともとね、ここに反射板が、ハンターカブあります。これをまず外す、遠ミリで外します。外すとこういうステーがあります。このステーを利用します。まずね、この部品ありますよね。はい、これとウェルナット、このね、ゴムのナットをまずここの L 字のここの頭につけます。それでこれ最初にくっつけてもいいんだけど、反射板外した反射板どうするのと、反射板はここにつきます。それでもともとあったネジ、これね、このネジをもう一回くっつけます。これ反射板に使われるのね、もうカスタムされた感じでいいんですけど、これには意味があるんですよ。これはしっかりくっつけ直す。ここね。はい、まず手で回せるところまでくっつけていくと。それでこのレンチを使って、まずこれ逆だな、ちょっと仮止めすると、ちょっと動くようにね。これを左右両方ともやります。
今ハンターカブ人気だから多くの人にこれがね認められてつけてもらえたら本当に光栄です。結構ねロングツーリング向きに考えて今回作ったので本当にねいいんじゃないかなと思います。はい、仮止めしてください。これでまず下の部分はまずは完成。このねこの部品を使って風防をつけていきますよ。まず少しねこのハンドルに入り込みやすいようにちょっと気持ち広げると。それでポイントはこのウインカーのプラスチックの下、ここの下に入り込むようにしてください。それで、右側かこのねアクセル側、このワイヤーというかワイヤーありますんでワイヤー挟み込まないように気をつけてください。まずこの細い方、これはウインカーの方かな、ウインカーの方は外に出るように、そしてハンドルのアクセルの方はちょっと干渉しないようにね気をつけて、まずこういう風に外側に持っていくと。はい、それで少し決まったら少し押す、この広がってる部分をクッと親指で押してください。そうするとまずこういう風にはまります。これを左右同じようにやってきます。またはめ込んでウインカーのプラスチックの下にこれを持っていくと、ケーブルは必ず気をつけると。わかりますかね、これケーブル。それでポイントはまず左側はこのケーブルが2つあると思うんですけど、こっちは内側なんでこのケーブルを挟み込まないように逃がしてください。はい、これでねまずこれぐらいの形で OK。 まずケーブルがちゃんと1本目が後ろに回ってるか、それで細いケーブルがこっちに挟み込んでないか、これをチェックしてください。はい、これが決まったら次このね長い棒、これはね風防を支える棒なんでこれが必要になります。見てください、まず片方ね、はい、はめます。いいでしょ、プッシュも。はい、それプレウォッシャー入りました、こっち側プレウォッシャー入りました、大丈夫ですか。プレウォッシャー入った、そしてこのバネのワッシャーを入れる、そしてまたナット、これポイントです。ここ一番ねポイントなんで、これさえ決まっちゃえばなんてことない。それでここのね締め上げるナット、これぐらいちょっと出してください。こっからボルトで締めてみますね。これは14のスパナを使ってください。まずここほんの少しだけ、まあ、こっちは指でいいか、こっからこれを締め上げていきます。しかもねここが一番肝心、これで曲がっていくので一番上、ここのプラスチックのところにうまく干渉させながらこれを締め上げていくと、両手でねこれも押さえないとこうやって横になっちゃうので、こういう風に仮止めしていくと。これも一気に締め上げないでください、まあ、ある程度これは手で離しても固定できるところまで締め上げていきます。ここが一番目でした、ただこれさえクリアしちゃえばなんてことない。はい、まず1個できましたね。そして2個目、はい、2個目も同じようにまずナットを入れる、でこっちを締め上げていくんで、ここはもう怖いよね、少し緩めて3、4文字ぐらいと緩めるところになりますね、すいません。それでプレーンワッシャーを入れる、はい、それでまたはめていくと。はい、それで裏も最初プレーンを入れる、そしてバネのワッシャー入れる、そしてナットで締め上げていくと。こっちを風切ってみると分かるように、ここも少し出てるじゃないですか、これがポイントね。まずこれぐらい決めたら、同じようにこれぐらい決めたら、こっちの電池を使って14ミリでこの元の方を締めていくと。風よけ、これね旭フードさんの社長さん考えました。やっぱね株のステッカーが、ここはねちょっとおしゃれですね。はい、入ってます。でこうこのね2つの棒ができたら、ここにストーンと入れるわけですよ。もう何も難しいことはない。
来ましたよ。風防入りましたね。こっから、こっからですよ。今回使用するのはこちらのタレ。見てください、見てください。香ってきましたよ。あとね、ポイントで後ろにポケットもつきます。このね、リベットをうまくはめていきます。何箇所かな、 1,2,3,4,5 箇所。はい、まず端を決めていきます。プラスチックのリベットついてると思います。こちらとこちらまず入れると。それでね、そのタレの後ろにこのゴムを入れます。その時強く押さない、リベットがこう始動してしまうのでね、まあこの状態、簡単に言うとこういう状態、まだリベットは押さないでください。こういう状態になります。それで端を決める。それで今度ポケット、ポケットはこのメーターの方裏から通してください。ポケットで挟み込んで止める。もうここはパッパ行きましょう。最後こうひらひらになるので、これは一番最初にこのね、反射板使ったステ、これを利用します。このネジでかしめて完成です。ここね、今こうよれてるじゃないですか。よれてる部分はまた、仮止めなので、これで針を調節します。今日今一緒に来てるこの車両を持ってきたおまずさんも言ってますよ。本当楽しそうでいいねって。こんな、だって風防できるのすごいじゃないですか。これであとはこっち垂れてますよね、まだよれてる。これを微妙に調整することによって、こうこういうふうにね、調整することによって針が変わってきます。こっちはね、針完璧だね。最後微調整ですよ。はい、こんな感じですよ。やりました。工具はね、4つぐらいでもう簡単にくっつけられる。いや最高。いやどうです、すんごい汗かいてるけど楽しい。うん、これでね、ハンターカブライフを楽しんでください。どうでしょう、